はい、皆さんこんにちは。今回はですね、充実したオフ期間の過ごし方について話できればなというふうに思います。オフ期間って実践がない分、自分の能力を上げていくことにフォーカスできる時期でもありますし、僕がですね、冬の期間で結構レベルアップしたっていう経験を野球人生の中で持ってて、でこの期間っていうのはやっぱり来シーズンにつなげていく上で非常に重要な期間になるんじゃないかなというふうに思います。だから今、レギュラーで試合に出れてないけど、この3ヶ月、4ヶ月きっちり頑張れば、今のレギュラーの子を追い抜かせたりとかっていうのは全然あり得る話なんで、どういうふうに過ごしていけばいいかっていうところがすごい重要だと思います。で、具体的な内容になるんですけれども、まず、一番大切にしてほしいことが、量をこなしていくってことですね。で、量をこなすことの理由の一つは、やっぱり自分の動作の安定性を上げていくってところ。バッティングならバッティング、守備なら守備。自分の今習得したい技術とかももちろんですし、いいフォームで行う動作っていうのを、やっぱり定着させていってほしいなと思います。シーズン中だと量がそんなにたくさんできないことがあるんですよ。なぜなら本番から逆算してやっていかなきゃいけないんで、あんまり量をこなすことができなかったりすると思うんですけど、オフのシーズンはその本番がないので、とにかく量をまずはこなしていってもらえたらなと思います。で、それで自分のフォームを安定させていってほしいなと思ってて、シーズン中の2倍近くの量はやってもらえたらなと思っています。で、指導しながら思ったことなんですけど、バッティングのフォームが実践の時と練習の時で変わるっていう子は、ちょっと量がまだ足りてないっていうところもあると思うんで、フォームを安定させるっていうところも、ぜひやっていってもらえたらなというふうに思います。で、今、ちょっとフォームを変えたりとか、新しいことにトライするっていうのも、この時期にできることだと思うんで、もし例えば、自分の中で何かを変えていきたいと思っている選手、あるいは指導者から言われて何かこう自分の中で変えようとしている選手っていうのは、この時期に思い切って試してみてもらってもいいと思います。やっぱりそれも定着させるためには練習量が必要になってくると思うんで、やってもらえたらなというふうに思います。二つ目が瞬発力の向上ですね。やっぱり上のレベルの選手と下のレベルの選手って何が違うかっていうと、やっぱり瞬発力なんですよね。そのパワーとかスピード、そこは本当に大きく変わる部分になってくると思います。すごい分かりやすい例でいくと、中学生と大学生で全然違うと思うんですよ。同じような動作をするっていうのは中学生もできたりすると思うんですけど、やっぱりそこのスピード、それからパワーっていうのが大きく変化する。これがトッププロとかになるとさらに上がってくるんで、この瞬発力っていうのをやっぱり身につけていく期間にしてもらえたらなっていうふうに思っています。で、そのために必要なこととしては筋力トレーニングになってくるんじゃないかなと思うので、器具を使ってトレーニングしていってもらえたらなというふうに思います。ウェイトトレーニングがまだ時期的に早いよっていう人は、器具を使わないようなトレーニングですよね。ジャンプ系のトレーニングとか、あとはメディシンボール投げたりとか、そういう瞬発系のトレーニングっていうのを自分の中で入れていってもらえたらなというふうに思います。特に小学生、中学生はスピードを身につけてほしくて、足の速さっていうのはパワーをつけることよりも早い段階で再現性が出ると思うんで、その辺は意識してもらえたらなというふうに思います。で、中学生で体が速くできている子とか、あるいは高校生とかはもうウェイトトレーニングに入っていってもらえたらいいと思います。で、中学生に関しては自分のその成長とかその辺が気になるのであれば、強度を上げるんじゃなくて重りを扱うっていうか、そういう風なところからスタートしていってもいいんじゃないかなと思うんで、筋力トレーニングがあんまり良くないっていう風な風習がありますけど、中学生とかでも活躍してる選手っていうのは絶対筋量があると思います、他の子たちに比べて。だけどそうじゃない子たちっていうのは筋力っていうのはやっぱつけていかなきゃいけないと思うんで、その辺は別に重たい重さでやらなくてもダンベルちょっと扱うとか、ブロックとか石とかでもいいですし、そういう感じでやってってもいいんじゃないかなという風に思っています。それで一番忘れてほしくないのは、個人の自分の課題としっかり向き合うっていうところが一番大切になると思います。一概にこうやって反復練習を繰り返して量をこなしていくっていうところを漠然とやるんじゃなくて、自分が例えばスイングスピードが遅いとか、守備でミスが多い、だから基本動作を繰り返してやるとか、スイングを安定させるために振り込むとかっていう風に目的をしっかり決めてほしいんです。それがないと春先になった時に、あれ俺この冬何してきたっけみたいな感じになっちゃうんですよ。で、しっかりと自分の課題を明確にしておくっていうのは、冬の練習に入る前にやっておくべきことなんじゃないかというふうに思うんで、ぜひやってみてください。で、そこを明確にした状態で、その課題を自分が克服すれば、来年は自分はもっといい選手になれるわけじゃないですか。
だからそれを目標にこの冬課題を克服するために量をこなして、なおかつそこで瞬発力パワーとかスピードを加えていくっていうイメージですかね。で自分の能力の向上につなげていってもらえたらなというふうに思います。はい、という感じで以上になります。ありがとうございました。